これはパスタね。パスタ。カレーのパスタです。はい。こんな大きくあるんですか。ついついこれ蓋開けてられるから、何回分か取っときます。米屋さんが来たらここにドカッと入れてもらう。ドカッと。10本入ります。10キロが。10キロ。忙しい時にこっから出されへんから、ほんでこうして4回分ぐらい取っといて、お米は大変ですね、たくさん出るから。すごいたくさん出るから。こんだけここまで入るから、これで10本。チキン。サマちゃんチキンやな、あれ。そうやね、どのぐらいかな。もうだ、でも夜はだんだん減らしていきますよ。そんな出ないからね、ご飯が重みで潰れるから。今だけ、今で何回目ぐらいかな。6回ぐらい炊いてんのかな。生パンです。生パンですよ。美味しいですよね。うん、ルー多めやな。これチキン？はい、チキン。はいよ。もう素人だと見分けがつかない。チキンは長い。あ、チキンは長いです。ね、そうそうそう。で、チキンは切った時に断面が白っぽい。はい、こうほら、チキンは長いでしょ。あ、本当ですね。確かに。こう、ね、長い。ポークはこのぐらいで。あ、ね、悪い。揚げたてやからね、美味しいはずや。そうですよね。コーヒーを。ダブル大盛りやな、千尋ちゃん。はい。変でしょ、左で切ってるから。はい、ダブル大盛りルー多めです。こうチキンがトップで、はい、ポークで、はい、それからコロッケかエビか、ね、ええ勝負やな。エビかコロッケか、うん、まあそんなもんやね。あとはもう煮たり寄ったり。チキンが 70% ぐらい。へー、なんでこんな安くできるんだろうとずっと思ってるんです。企業努力。儲けがほとんどないぐらい。ない。まあ20円ずつぐらい、うん、最初500円か480円でスタート。30何年前ね。30何年前かな、うん、480円ったら500円にして、530円、550円、580円、今600円。600円でもね。だからたくさん入っていただかないと、うん、儲けがほとんどないという状態。儲けなかったらやってへんけどな。ちょっとあるんよ。たくさんお客さん入ってますよね。そう、うん、お昼時サラリーマンの方が多いのかなと思うんですけど。そうです、ほとんど、まあ、今だからリモートなさってる方が多いから。あ、ちょっと暇なんです。休みがもう年末の1、2、3、3日だ。はい、よかったね、メガが出て。ありがとうございます。またなんか見れないです、貴重なシーン。まあでも出るときは5人前ぐらい出るよな。あ、こんなに
大盛りはまあ500グラムちょいぐらいかな、もうちょっとあるかもしれない。だからメガになると1キロ強やな。これにカツが入ってルーが入ったら、これでビーフとチキンと、はい、ポークとコロッケと、はい、エビです。はい、カレーかけます。はい、メガ盛りです。パスタはパスタしか食べない人もいてるしな。そう、もう絶対パスタでないと嫌いう人も。これを入れて、はい、油を、ちょっと上がるの、はい、同時ぐらいにせな。パスタ入れる、これ一人前こう丸めてあるので、朝に全部してあるので、なるほど、一人前、うん、あの大盛りやったらこれの半分を取ります。はい、 1.5 倍します。こんだけと、こうしてここにマッシュがあるので、マッシュを入れて、でこれでもっと上がってきたら、つつ、見ながら、まだやったらちょっと下げて、こんなもんでしょう。はい、立てて油を切って、ああ綺麗なんか必ず切れ目を確かめて、固くなっちゃうからね。え、ちゃんと揚げました。ありがとうございます。どうぞ。はい、ちょっと待ってたから今から入れます。ありがとうございます。これは辛いもんね、辛味スパイスとか、あのカエンペッパーとか辛味のスパイスです。はい、普通なら最初に入れるんやけど、ちょっと待ってました。すいません、ありがとうございます。これがオニオンのペーストです。ああ、ペーストだ。はい、ペーストになったやつを使ってます。時間かかるんで、ペーストに入れないで、これですごい、じゃあこのカレーのルーがやっぱり秘伝というか、そう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 、
まだあと秘密の炊き上がってきたら、はい、人柄のマサラや香り付けのものを入れます。これ先に入れると香りが飛ぶので、なるほど、最後に入れます。これはなかなかお客さんは見れないんで貴重なシーンですね。そうですね、まあ、入ってるものはそんなに特別なものは入ってない。カレー屋さんやったら大体ご存知のもんね。まあ、辛みと香り付けとなんかいろんなもの入れることあるけど、まあ、シンプルにそんなに特殊なものは入れてないからね。まあ、でもそれはあんまりね、あんまり言われるから大丈夫です、大丈夫です、はい、あの秘密を明かしたいわけじゃないんで完成。いや、まだまだこれでまだ炊き込みます。どのくらい炊き込むんですか？20分ぐらい。これで20分炊いて、それからこれを入れて、ガラムマサラや何やら入れて、あと10分から15分で。お父様のところからずっとこの味が引き継がれてるんですか？でも変えてます。変えてるんですか、うん、やっぱ時代とともに。時代とともに、じゃあ進化してるわけですね。そうそう、ちょっとずつ、まあ、いろいろ、ああでもない、こうでもない、ああでもない、ああでもない、こうでもないと言いながら、ずっとやってる、回してるんですか？20分とか。いや、それは牛耳が離れるけど、すぐ戻ってきて、戻ってきて1日2回とか3回とか2回1回。いやそんなことない。もっと今日で4回目。あともう1回夜に炊くから、ああ5回5回ぐらい炊きますね。大変。